驚いたな。本物の忍者だなんてテレビとか本でしか見たことなかったからな。忍者といえばジャッポーネのヒットマンですよね。ってことは同業ってことになるんですね。スパイだって暗殺することあんだから似たようなもんだろ。俺たちの劇に出んのか。ああ、キミキミ、忍者に役をあげることにしたから主役のランボさんの決定だよ。おめえ勝手に決めてんじゃねえ。けどよ、本物の忍者が忍者劇に出てくれんならそれってすげえんじゃねえか。そうだよ、忍者劇が本格的になるんじゃない。と言われても出演枠が埋まっちまったしな。すげえ、完璧にみんなになりきってた。ほんと、本物の忍者ってすごいだね。確かにすげえ。こいつを出したら忍者劇にプラスかもしれねえな。こりゃ決まりだな。仕方ねえな。じゃあどの役にすっかな。もう全員分決まっちまってんだよな。じゃあ適当に悪役八人衆かなんかに入れとくな。あーそうだったけどよ、7人だろうが8人だろうがどっちでもいいだろう。そんじゃ稽古始めるぞ。ランボさん登場しちゃうんだもんね。あー悪役の出番はまだだぞ。ほら山だからどいてろ。ランボさん浮気役なのか。うるせえ、当たり前だろうが。これは10代目の劇なんだよ。てめえには脇役でももったいないぐらいだ。こらアホ牛、やめろバカ、危ねえ。主役のツナなんじゃ。
それ、ツナをやっつけて俺っちが主役になる大作戦やるぞ。土ばっか。土土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